はい、始まりました夜回り実況の時間でございます。今回も世にも恐ろしいこの夜回りを実況してみましょう。私が FB37 です。そしてキックもアクス。今回はキックがプレイヤーということでよろしくお願いいたします。いただきます。もうホラーでもなんでもないよ。いや、なんかテンション上がっちゃってこいつ。とりあえずあの度数に光当てなきゃもうこんなに近づいても大丈夫なんだ。ああ、なるほどね。よし、ここにもいたからな、度数の。あぶねえ、あぶねえ、ついやっちゃうんだ。まあまあまあ、あのね、光当てても、うん、あの正面見つかんなければ大丈夫だから。あ、やべ、うわ、やべ、スパイダーだ。しばかけられてよ。ポロの鳴き声、ポロが今、多分ほら、やばい、ポロが今刺身にされてる。刺身にはしない。おし、これ多分進まないと消えないわ。うわー、どっちだどっちだ、わかんねえ、何もわかんねえ。なんかあるね。なんだあれは。ポロの骨じゃない、ポロ骨じゃない。うわ、いるぞ、どうすん。終わってる。あの、平行移動使えばいい。初めてやるんだった、これ。スーパーテクニックだ。あ、これ明らかにパワーアップアイテムじゃない。は、火だね、拾ったぞ。燃やすの、墓地を。墓地なだけに墓地を燃やすってか。じゃあぼちぼち行ってみましょうか。よっさ。あいつ何、敵が近くにいるんだが、ん、ああ、危ね。よし、いいぞいいぞ。ああ、おっぱいいね、ムーンウォークで。素晴らしい。それはビビるよ。うわあ。何してる。あ、あれ、ここ上行けねえのか。上は行けないっぽいね。そのまままっすぐ行け。ちょっと待って。なるほど。後ろだったらこいつ光当たっても大丈夫なんだっけ。多分。でもまあ当てない方がいいと思う。無理じゃねえこの角度。素直に消せや。じゃあ後ろだったら大丈夫だってことを信じよう。大丈夫だ。ダメだ。さて、まあさっきの、うんうん、もうあれや、あれ、あいつなんでテンション上がってんの、あんなに。なんか若干もう、うん、本当にアクション性が。アクション性半端じゃないね。あそこどうするんだろうね。いや、だから斜めじゃないかな、おそらく。斜めに光を、うん、微妙に。そうやね。あ、ごめん、見えてなかった。斜めに、うん、うん、だからこうあるからこっち方面に、うんうん、こっち方面に光。さ、途中でさ切り替えれないのに一瞬、一瞬なら大丈夫なのかな。いや、一瞬ならこいつたまに当たるじゃん、その時にさ。うん、いや、多分一瞬なら大丈夫なんだと思う。おー、大丈夫だ、うん、一瞬なら切り替えれるぞ。あー、なるほどね。切り替えて切り替えて。ただ分かんない、連続でやるとダメかもしれんしね、そもそも。だ、一瞬起きるのはもうしゃあないとして。うん、さあ、蜘蛛の巣です。まあ、蜘蛛の巣張るけども、もうここら辺見切ったから、そこもう上行かなくていいし、アイテム取ったから。あ、そっか、うん、よし、さあ、来ました、問題の。問題の、
さあお腹も空いてきましたよ。すごいね、お腹グーグーになった。じゃあまず、いや、いい角度だぞ、それは。あ、でもこれ多分目覚める、目覚め、アイアンシェフだから。できるできるできる。これをここに向けたいんだよね、うん、多分。あ、一瞬で、うん、なるほどね。難易度、まあ、とりあえず行けるとこまで行ける、行ってみ。あ、ギリギリやな。いやこれ無理じゃね、切り替えないと。一瞬で上じゃない、危ねえ危ねえ。一瞬で上、一瞬で上、うん、一瞬、よし、あー、いた、上にもいた。あれ、懐中電灯って消せんだっけ。消せないよね、多分。どうだっけ。あ、もう見つかっちゃった。あれ、消す方法あったっけ。覚えてない。違うな。いや、ないんじゃないかな。じゃなきゃこんな推理作んないよね。その火だね、何今思ったけど、うん、マッチ、うん、なんか燃やすときに使うんじゃない。ちょっと使ってみるわ。何に使うの。それでもしかしてこいつらが止まるとかあるかもしれない。ないだろ。一回使って何に使うのか分からん、その火だね。もったいなくないですか。で、10個もあるからいいでしょ。だってここでこれ見ようがしに手に入ってる、その火だね。うん、まあね。どうやって切り替えんの。ああ、でも蜘蛛の巣を燃やすとかかな。ああ。あ、そうかもね。ありえる。これアイテムでどうやって切り替えんの。 LR じゃなかったの。その状態で。特に意味はないですね。そいつの目の前にホールとビビるとかない。ないだろ。石がなんで火でビビるん。まあノーヒントだもん。まあだから一瞬の待機時間を利用して、うん、もうポロ死んでるよ、完璧に。丸くないビー玉拾った。役に立たねえだろ。さあ来たぞ、問題の難関像です。右上の方に多分行く感じだね。そうだね。こっちにとりあえず向ければいいよね。そうだね。上に向けたのがさっき失敗だったから。そうだね、上にいるからな。おし、いいぞ。で、一旦こう行ってみる。そうだな、うん、よし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 。それでそいつをバッ、うわ、前に3匹。これ真下だったら多分。真下、いやダメだ。いや真下当たんないと思うんだよね。ああ、この距離離れてたら大丈夫かな。ここまで来て上だったらいいんだけど。うん、いや無理だな多分。このまま行くとあいつ多分発動するんだよな。するね。下しかないな。行ってみ。じゃあ。はい。無理。だ、何が正解なんだ。これ絶対あいつ当たるよな。当たる当たる当たる。下もっか、真下は真下。これの真下？うん。真下は下のやつに当たるかも。この距離だったら当たんないよね。結構距離ある。ほら、あ、ダメだダメだダメだ。もう意外とライトの距離長いから。
気をつけないと。そもそもだって前に3人じゃどうすんの。あそこまでその手前がクリアできればもう桂はなんとなく分かった。まあでもさっきやってたみたいな感じで行くわけでしょ、あれ多分ね。まあ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 、とりあえずは。ただ、進むべき道に3匹いたのかな、気になるね。さあ、問題のゾーン。繊細なコントローラーさばき。繊細なコントローラーさばき。よし、OK。だ一瞬で斜め。ここもしかしたらこのまままっすぐ行ってすぐ上だね、多分。でも、もう光りそうだよ。光るだろうけど、だからそういったらもう右行きながらまっすぐ上。よし、よっしゃー。でどうする、そっから。ここ、こっちじゃない。そうだね、めっちゃむずいわ。ギリギリまで行って右下。よし、危ない。おお、え、引けない、引けない。これやっぱ火種じゃない。火種ちょっと こっちの方に置いてみる。無理だろ今の状態から。え、この状態だとぶつかっても大丈夫だよね。ぶつかっても大丈夫だと思うけど、だって行けないでしょ。危ねえ、危ねえ。一瞬バッてなったら通れたりしない。いやー無理だ、無理無理無理。一回上向け。いっせえ。火種使ってみる。ああ、左下に置いてみよう。無理だー。バッて置いて、バッて上、また上に。お前そんな。お、ほら、マジだ。いけ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 、見せ、よし。まだ反応しない。まだだ、まだそいつらも動かさなきゃ。で、もう一個下。そいつらも移動させないで、だから、よし、いいぞ。よっしゃー。そっか、あいつ光に反応するのね、単純に。ナイス判断だわ。ほらやる。なになに、お寺に来たね。もうあれさ、マッチ使い尽くしたらどうすんの。積みじゃない。またあんじゃない、復活するのかな。うん、さすがに復活のマッチ。むかつくわ。しかも10円だものねえんじゃねえか。わかんねえ、どっちが順路だよ。あとまたイワークが出てくると。ポロなんでお寺に来てんの。あ、よく見たら足跡あるね、多分。これ足跡でしょ。あ、そうだね。うわ、イワークだ、また。うわ、イワークだ。うわ、マジかよ、まだいんのかよ。ポロ、お寺に来て何してんの。修行しに来たの。知らん。ポロ修行。お、いいね、ちょっとこなれてきたんじゃない。もうさっきのでかなり度胸がついたから。しかもなんでこの岩なんかちょっと違うね、バージョンが。違うね。あ、なんか痛い。まあ、あいつはいいとして、まあさっきよりは内容低いから。わかんない。もうあれなんだけど、別の意味で怖いんだけど。あそこめっちゃ固まってない？ほら。どこ？
下、ほら。ああ。うわ、でも絶対あそこ行かない。いや、また火種かもしんないな。うん。うわお。うぜえ。猿の腰掛け出てきた。なんかアイテムあるぞ。パズルのかけら。パズルのかけら。今そこじゃない。こっちもなんもないのかな。地図もちょっと分かりにくくなってきたよね。そうだね。ん？どこだ。よし。左に置いて。あいつらどけろ。わかった。うわ、いっぱいいるな。あそこ入れる？あ、入れる。なんかお寺の入り口だ。置いたらすぐあの光をどかさないと自分のところに来るぞ。そうだね。全員が動いてくれるかわかんないんだよ。確かに。まあまあまあ、いっぺんじゃなくても。よし、いいぞ。OK。危ない危ない。よし。食い継ぎが足りない。で、下の3匹も。もっと近くに。まあまあ、でもその方向で。あー！あー、ちゃったー！結構繊細っすよ。はい、というわけで今回はこんな感じでどんどん難易度が上がる夜回り実況ということで、全世界のみんな、バイバイ。バイバイ。ピッチャーキックン、バッターエフミ、ストライク。おかしいだろうな。おかしい、おかしい、おかしい、審判に立てつくのか。あああそうだ。MSP は YouTube のチャンネルをやっておりまして、そちらの登録はこちら、そしてニコニコのチャンネルはこちらで、スマホからご覧の方はこちらの方から、もっと下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 、うわの方からよろしくお願いします。お願いします。